はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、おさかなくんです。さあ本日なんですが、皆さんオイスターマイスターという最強の牡蠣を皆さんご存知でしょうかお前誰やねんみたいなモンスターかもしれませんが、このモンスターですね、昔はねデュエルリンクスではね環境できちゃったんですよ。これオイスターマイスター、あの降臨のトビオっていうモンスターがいてね、これ覚えてる人いるかな、降臨のトビオっていうこのモンスターいるんですけど、こいつでなんか魚族リリースすると相手のカードを破壊できたんで、この降臨のトビオでなんかそのオイスターマイスターをなんか破壊リリースして、ほんで相手のカードを破壊していくっていうギミックがすごい強かった時代がありましてね、はい、普通にそれで僕デュエルキングになったことあるんですけど昔ね。で今日はなんでこんなモンスターを引っ張り出してきたかっていうと、まず1個目の理由、フィッシャーチャージっていう最強のカードがあることを思い出したからです。まずこのカードですね、このカードねバカみたいに強い、オイスターマイスターと組み合わせるとさらに強い。フィッシャーチャージ、自分のフィード上の魚族モンスターをいったらリリースすると相手のカード、フィード上のカードか、フィード上のカードを破壊して選択したカードを破壊してデッキから1枚ドローできる。つまりノーコストでほとんど打てるんですよ。しかもなんかそのオイスターマイスターだったらこれトークン出てくるんで、実質マジでノーコストで相手のカードを破壊できるんですよ。すごい強くてノーコスト破壊はさすがに強くて、でこれを思い出しましたっていうのと、あとシャークさんのレベラポーシュでブリンセスが2枚目が実装だったんですよね。これブリンセスっていうのは召喚特殊召喚成功したらこのカードを除外すると、ブリンセス以外のレベル4以下の魚族を特殊ができるっていう、まあ、効果を持ってるんですけども、なんとですね、もちろんブリンセスって結構皆さんねカッターシャークとかを出してることが多いと思うんです。ハンマーシャークとか、これねオイスターマイスターも出せますだから何って思うでしょ、強いのよこれが。フィッシャーチャージとか毒球部隊とかと組み合わせると意外と強いんですよ。この、リリースすることによって相手のカードを破壊していくカードたちとオイスターマイスターと の組み合わせによって相手のカードを破壊していきながら、グレイドルスライムっていう本当謎のモンスターで、サメの領域を使ってシンクロ召喚し宇宙からの侵略者グレイドドラゴンっていうのを出してぶん殴っていくっていうデッキですね今日はふざけて作ったんですけど意外と強いです。意外とまあちょオイスターマイスターとフィッシュチャージっていうか、フィッシャーチャージがめっちゃ強いので、フィッシャーチャージが引けるかどうかみたいな話はあるんですけども、まあ、引けたら強いですね。で他のギミックとしては、まあ、サイレントアンクラーはグレイドスライムジュニアと合わせてグレイドドラゴンになれるんで、ガン積みです。はい、でブリンセスから持ってこれるんで勝ったなんて別に 1枚でいいかなと思って勝った1枚にしました。で、ブリンセスから基本的にはこの、オイスターマイスターを出してきてこの牡蠣で、相手のカードを破壊していくっていうギミックですね。でこいつ魚族なんですけど、こいつらも全部魚族なんですよ。なので、このホワイトサルベージっていうこのカードですね、これで回収できます。これめっちゃ強い。これ自分の墓地の魚族モンスター1体対象にしてそのモンスターを手に加えるということでオイスターマイスターを回収することができます。なんて強いんだなんて強いんだあちなみに魚族じゃないのでこの辺はこれ水族なんでこれは回収できません、ね、一応さすがに。でエレコンは一応なんかそのトークンが出るっていうのとなんか横に結構いっぱい並ぶんでエレコンでワンキル取れるなと思ってエレコン1枚だけ入れています。でグレイドルインパクトは、グレイドルスライムを持ってくるっていう効果と、あと余ったグレイドルスライムを破壊のコストにできるんでだから入れてますこれ。でエクストラデッキはまあ深淵に潜むものとかそういうモンスターあとフルアーマーとかも入れたいんですが枠がありません。枠がありませんので枠がありませんのでなんだ、スパイダーシャークが2枚とバハムートシャークから出してこれる、エアロシャーク2枚っていう感じになってます。これエアロシャークなんで2枚入ってんのっていう話なんですけど、これ魚族だからです。これ魚族なんで一応フィッシャーチャージのコストできるんであと一応ですねこれカッターシャークってランク3にもなれるんですよ。だからカッターシャークとオイスターマイスターとかで一応エアロシャークとか出せますこれだからなんやねコンボなんですけども、一応そういうこともできるっていうことで一応2枚入ってますよね。深淵に潜むものとかそういう強いカードを抜いてねひたすらにフィッシャーチャージとオイスターマイスターを活躍させるっていうそういうギミック、そういうスタイル。これなんでちなみにシンクロモンスターなのかっていうと、これトークンなんでエクシーズに使えないんですよオイスタートークンって。だからシンクロ召喚のギミックが入ってるっていう感じですね。はい、早速ですねこのフィッシャーチャージっていうカードのパワーをね見せていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方いいぜ、海馬社長をよろしくお願いします。デュエル3倍。
ハンドはまあ悪くはないですけど、ちょっと先行が欲しかったなっていう話はあります、ね、カードを伏せる。はい、なるほど。先行がマジで欲しいんですよね。先行が生産とされると、あの悪くはないね、ハンドは。これどう、召喚効果、モンスター効果発動。あ、隕石とかじゃない、あでも隕石使いに見えるな、これモンスターを特殊召喚。あでも一応ここでチェーンあるか、なるほど。これ多分隕石とかだと終わるんだよ、ね、カードをセット。やめてください。でも隕石でも一応あれか、魚トークはいかねえわ、墓地がねえから。地球でもなんかワンチャン隕石ではなかったみたいな話あるんですけどね。はい、なんでしょうね、あの伏せカード。表側でチェーンあったから、まあ多分なんか何らか、えはあ、あ剣士か、あなるほど、剣士、まあ、そこはいいでしょうね。チェーンされてからでいいですね。チェーンされてからでいいですね。で霊竜でしょ。で多分まあバックを除去してくるんだろうなっていう。そっち引いてんのかな、なるほど、引いてっせよ。はいはい、さあハンド1枚霊竜か。でもここで霊竜出すのは意味わかんないから、はい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 。で青眼持ってくると融合できるのかな。あーオルタラもいる、あそういうこと、なるほどね。はいはいはい、めんどくさいですね。まあでもこれはチェーンすればいいので、あの対象に取られてからで撃てるんで大丈夫です。ルールやば鬼ほど展開していくんじゃん。でこれでそれも青眼、なるほど。え霊竜入ってないの、なるほど。なんか無限に圧倒的パワーでぶん殴ってくるけどやばいこと起きてる。まあ、一応ねめっちゃ除去できるんですよねこのデッキ一応。力の差を思い知らせてやる。まあ、トークン残ってないのがうっとうしいが、まあ、とりあえずフィッシャーチャージ発動するわ。フィッシャーチャージ効果、俺はオイスターマイスターを墓地の国、お前のモンスターをカキフラにしてやるぜ。そしてカードを1枚取ろう。オッケー、オイスターマイスターで、オイスターマイスター、マイスター特殊召喚、マイスタートークン特殊召喚で、ドキブで発動これよ。これで相手のバックが何なのか問題が発生してるんですが、とりあえず僕は挨拶のようにグレードロサレムジュニアを召喚していく。でサイレントアングロル好きな人、何のチェーンもねえけど大丈夫か。俺様は宇宙からの侵略者、グレードドラゴンを新境召喚していくぜ。そしてグレードドラゴンの新境召喚成功時の効果発動、相手のカードを2枚破壊させてもらうぜ。ほれ隕石か、なるほどな。インガー切断打たなくてよかったんですか。インガー切断打たないからこういうことになってるのでは。あゴミでやる、今回許されると思ってるんですか。もう一発グレードルしてもいいですけどね、これね。もう一発グレードルしてもいい説、グレードルスライム、ここでこうしてで、スキロスウあ、でもこれバハムートシャークも出せるのか。せっかくだからエアロシャーク出しておこうかな。せっかくだからエアロシャークゴッドソウル、ゴッドソウルしよう。俺はレベル4のモンスターが2体でオーバーレイ、2体のモンスターでオーバーレイタグ欲しく、エクシェンス召喚、バハムートシャーク。そしてバハムートシャークのモンスター効果発動、オーバーレイと1つ使い、エクシーズモンスターを一体特殊召喚できるぜ。ゴッドソウル来い、先行ボカンエアローシャーク、カードを1枚セット、バトルフェイズふんドゥー対戦、ありがとうございました。やはりオイスターマイスターは最強や。オイスターマイスター、フィッシャーチャージ、フィッシャーチャージ、フィッシャーチャージっていうサンプルがめっちゃ入ってる。対戦ありがとうございました。ああ2連勝中だと、止めてやるぜ絶対にな。ああ弱えハンド、フィッシャーチャージ嫌いよマジで。フィッシャーチャージが6枚くらい欲しい。正直このドキブダイのところはマジでフィッシャーチャージでいいんですよ。マジでドキブダイは弱い正直、ね、フィッシャーチャージの方が断然強いんで、ちょドキブダイはね、あのねあれだね、なんかその枠ないなんか入れてるけど、一応枠的に正直ここはフィッシャーチャージを入れて、フィッシャーチャージ6枚体制でデュエルしたいなっていう思ってます。ブリンセス来た、あ割といいね。ブリンセスか、なんだろうねアイテムデッキ。
セットセットわかんねえんだよな。とりあえずブリンセス召喚するわ。ブリンセス効果と、ブリンセス効果を発動し、俺はオイスターマイスターを召喚して意味不明で、カードを一応セット、カードをセット、カードをセット、勝てないでしょうね。さすがに守備表示モンスターを殴るのはちょっとよくない。あんまりオイスターマイスターという謎のモンスターで殴るのよくない。あー殴っとけばよかった。でもなんか事故ってくせえな。じゃあ、あーなるほど、なるほどですね。さあモンスター効果発動で魔法トラップを戻していくという効果。まあドッキリで打つか、ドッキリみたいに打って、でオイスターマイスターを墓地の送り、お前の癖カードを破壊させてもらうぜ。よし、そしてオイスターマイスターの効果、ムーンライトフュージョンじゃん。やった、1枚破壊してもでけえ。これはこれでけえ。さあ謎のカキフライトークンが特殊召喚されたぜ。さあどうする。いやムーンライトフュージョンこれぶち込んだのでかくね。これめっちゃでかいと思う。これブラックネックステルビーじゃあったんじゃないの、あなた。そんなカードを手札から、あーあるんだ。へえ。まあこれで一応3体融合されると思うの無理なんで、まあ一応こうしておきましょうね。あの3体融合されるとガチでめんどくさいね。でこれでまあ2体しか融合できませんと。最大復活になれ。なんならあー2体かー、なるほど、なるほどね。はいはい、さあ強いね、さあ強い、オッケー、はいはい。でムーンライトミドルの効果で、はい、なるほど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 、さしょうがないね、それはしょうがない。まあでも言うて対象にトルネマンを出させないっていうのが一番大事なんで、現行はこのデッキ対象とか全部このデッキ全部対象取るんで、でムーンライトショッカーじゃなくて、スライムからのここは一旦シンクロ召喚して、あの赤いのを吐かせるしかないですね。赤いの吐かせましょう。赤は対象に捉えるとあのなんか破壊無効させてくるんで、赤吐かせましょう。あいつ戦闘破壊できませんので、ね、グレートドラゴンの効果、これを破壊して、でさらにカードを破壊で、これ破壊するよっていう、でこれで相手のクリムゾンフォックスの効果で無効にしてきて1000ずつ回復する。でバトルフェーズ入ってぶん殴っていくのは白いですね。はい、はい、ね、ターンしろ。さあこれでターンしろよ。でこれでトップムーンライトフュージョンだったとしても大丈夫ですね。一応2体しか出せないで、融合3体でいいですね。サーベルだけは出させちゃいけないから。ドキュー、なるほど。でグレイドルスライムジュニア召喚して効果、グレイドルスライム特殊召喚でスキル発動で、グレイドルスライムジュニアとグレイドルドラゴンでグレイドルドラゴンいきましょう出ました、転生、転生召喚、来い転生シンクロ召喚。グレイドルドラゴンのモンスター効果発動、グレイドルドラゴンはお前のモンスターを破壊することができる。そしてカードを置いてセット、さあバトルフェイズに生かしてもらうか。デスティニードローされてもいいんじゃないこれ。だってさ相手っていうか2枚でしょ。いや多分ねデスティニードローされてもいけんだよ俺。もういいや。でグレイドルドラゴンで、グレイドルドラゴンこれ要はあの転生したらグレイドルだった剣ってやつですね。グレイドルドラゴンさん転生したらグレイドルだった剣。さあこれでディスティングドラゴン何を引いてくるかっていう。いやもう2枚でさこの盤面返せんのかな。2枚でこの盤面返せる。ターンエンド何大丈夫か。チャージきた、チャージないな。でバトルフェイズ入る、でぶん殴ってくる、ウィー、クリボーね、はいはいはい、オッケー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 。でターン終了、ターン終了、ターン終了。このカードを信じてで相手はムーンライトフュージョンで、これさこれでいいんじゃない。これでも融合無理でしょ。これ融合復活でしょこれ言ったか、これ来たか、これ神ゲーか来た。もうアタッカーやだろこれ相手。1800はいいよ別に、1800はガチどうでもいい。頼むぞ。オッケー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 よしよしよし。あスライム、でもあんまり意味がないスライムは。待てよ、俺はもうスキルを2回使ってしまった。やばい、調子乗ってドキューしたけど、調子乗ってドキューしたけど、なんか俺もアタッカーがいない、助けてくれどうしたらいいんだ。
ターシャークか、カッターシャーク、ブリンセス引いてカッターシャークか、あれでもいいな、あーやばい、なんだっけ、ブリンセス引いて、だってこれフィッシャーシャージだからブリンセスでもいい、サカズコモンスターでもいい、いい、デッドルシーンはいい、デッドルシーンはいい、もう最悪いい、それはで、除外してアタックしてくるかな、はい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 、オッケーオッケー、やばい、いや調子乗ってドキューしたけど、あれ本当にドキュー出しちゃったのか、あれ行くぜ、オッケー、魚族モンスターよ、こい魚族モンスター、あでも言うて、スライムで肉撃になるからワンチャンとか、カッター来た、神ゲー遅い、カッターシャークの召喚、そしてカッターシャークのモンスター効果を発動、カッターシャークのモンスター効果によってカッターシャーク自身を選択し、俺はサイレントアングラーを特殊召喚するぜ、そしてこれでいいですかね、フィッシャーチャージ発動、フィッシャーチャージ効果でお前のモンスターを破壊させるな、そして破壊してワンドロー、きた、あこれ来たのか、果たして行くぜ、カッターシャークダイレクトアタック、ターンシロ、これはまずいです。今あれだったな、エアロシャーク出してみよったな、オーケーいいだろう、俺のターン、よし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 、あ待て、あやべえ、サイレントアングラー出してみよった、あちょっと間違えた、間違えた焦った、やばい、ちょっとサイレントアングラー出すのを忘れました、すいません、ターンシロ、やばいやばいやばい、なあでも言うてこれさすがにハンド1枚から返せないでしょ、有効デッキでしょ、相手セット、なるほどセットいいです、セット OK、 俺のターンドロー、チャージきた、逃げで、カッターシャークの効果を発動、さあカッターシャークの効果によって俺はサイレントアングラーを特殊召喚するぜ、そして行け、シャーチャージ、うおしゃあおりゃー、来いプリンセス、プリンセスの効果を発動、来いオイスターマイスター、おりゃー、これエアロシャーク出せるの、さエアロシャーク、カッターシャークがレベル3にできるからが、なるほど、オイスターとカッターでランク3出せるの強い、さあお相手の方、戦場面マンダーさん、よろしくお願いします、戦場面マンダーさん、モンスターを何で攻撃表示、モンスターを攻撃表示、ブリーズ何、きた、俺様と似たようなってよな、カッターシャーク、ほう、さあカッターシャーク効果、さあカッターシャークでレベル1回4の魚族を出せる、出たレインボープッシュ出たってことは、これあれかな、あれ入ってんのかな、バブシャークなの、ラビット入ってそうですね、レスキューラビットで、バハムシャーク効果、レインボーを切って、ランク3のモンスターを特殊召喚できる、えアシッドゴーレム、やばいぞ、なんかあれは送りつけられたらやばいことが起きるかどうぞ、うざ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 、先行アシッドゴーレム送りつけはうざすぎる、劇的にうざい、わあやばい、これで俺は高校スカードをリリースすることができるようになった、まずい、ドッキー舞台が効かない、まずいぞ、ドッキー舞台まずいんじゃないか、これは非常に IT フィールドしか割れないもんな、これやばい、やばいかもしれねえ、どうすればいいんだ、やばいぞ、助けてくれやばいやばいやばいぞ、待てよ、回答部あんのか、回答部だ、あでもあれとりあえず、まあとりあえずですね、これドッキリ台でリリースして相手のバハムシャーク割ります、でこれサイレントアングラービートしたら勝てるんです、サイレントアングラービート、あーオッケー、マイスター来た、マイスター強い、うわ、キモキッショキッショ、これ待てよ、でもこれマジでこれマジであるぞ、でもあるぞ、全然全然あるぞ、全然ある、これオイスターマイスタービートで勝てる説ある、これこれやはりオイスターマイスター最強では、バトルフェイス、これでぶん殴っていけば勝てる、いける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 、
タンシロ、あと残り400、あと残り400、あと残り400、俺のしもべだ、えモンス覚悟しろ、うわぁやばいやばい、やってうわやばい、レインボーフィッシュが抜けねえ、助けてくれ、レインボーフィッシュが抜けない、助けてくれ、レインボーフィッシュが抜けない、やばいこんなことある、こんなことある、レインボーフィッシュが抜けないモンスター効果発動、レインボーフィッシュで負けたら多分人類史上俺だけじゃない？